こんにちは。賢者からの3つの教え解説の時間です。本日は357ページから解説していきます。4. 予算は社会に提供したい価値として設定する。予算を策定するにあたり、ほとんどの会社が誤っているのが過去の数勢をもとに予算を策定してしまうことです。このようなことをすれば、過去の数字に引っ張られてイノベーションが起こりにくくなるだけでなく、本能的に達成しやすい目標設定にする傾向が出ます。予算とは本来、会社が自社の製品サービスを通じて社会に提供する価値の大きさを数値化したものでなければいけません。つまり、会社の経営理念ビジョンに照らして、より多くの価値を社会に提供したいという気持ちをベースに策定すべきです。までの解説を宇野会長お願いいたします。はい、こんにちは、宇野です。あのね、予算って何のために作るのかね、私独立した時に、まあ、自分も社長になったからね、予算作ってみようと言って作ったら仕事が楽しくなくなった、うん、どんどん数字に追いかけられる。でもその時に、じゃあもし作らなかったらどうなったかっていうと、多分ね、まあ十分ちょっと、うん、稼げるようになったら、もうサラリーマンの時よりももうちょっと稼げるなと思って、そのままね、まあ自己満足に陥り、会社もちっちゃいままでってなったかもしれないよね。で、今ね、こうやって会社もまあまあの規模になったのは、自分がね目標設定してたからだと思う。大きくしようと、そもそも大きくしようと思う。これね、独立する時に先輩に言われたのが、今まで私が独立する時までに、その前の事務所で独立した先輩で一番大きくなったところが5億だったね、年商5億だから、それを超えないようだったら独立なのかする意味ないってさ、マネージャーに言われて、いや意味ないのかなとか思うんだけど、でも意味ないとか言われちゃうとさ、あ、そっかと、じゃあ最低5億だと思ったっけ、独立するなら。で、いい数字上げてくれたでしょ、最低5億、これ1億とかじゃなくてよかったなと思ってね、最低5億、あ、そうかと思って、じゃあこれ5億に到達するまでに何年後に行くのかなとかさ、5年後に行くのかなとかね、こういろいろ考えてみるのよ。で、数字作るとね、やっぱり大変、どうやって行かせんだろうとかさ、苦しくなった。で、ある時その結局予算を自分のため、自分の目標のためっていうんじゃなくて、より多くのお客様に価値を提供する、その価値の裏返しなんだっていうところにね、気がついたわけよ。これが船井幸夫先生の言葉であった、与えたものが得たもの、このね色紙を見た時に、ああ自分の予算の策定っていうのが自分のためにやってたんだっていうのに気がついて、お客様に価値を与えていくっていうところの裏返し、その価値の大きさを数字に表したのが予算なんだって気がついたわけよ。だからこれは決して予算達成っていうのはお金持ちになるとか自分の目標を達成するっていうんじゃなくて、やっぱり社会に対していいものをやり続けていく指標に過ぎない、マイルストーンに過ぎないんだっていうことがね分かった、ここでね自分の気持ちが解放された。でもこれがね1年目に起きた、独立して1年目にその言葉とも出会えたっていうのが本当に良かったね、もう超ラッキー、だけど普通ね言葉に出会ってても感じ取れない、スルーすんだよね人間って、どう、意識してなければ、いや、その意識もね相当意識しておかなければなのよ、で、その時にその社長室のこのサインペンで書いてあったんですけど、船井先生これね、その社長が船井先生のところで直接もらったって言ったのね、まあ、これなんでもらったかっていうと、船井総研と契約するとね、船井幸夫先生に会えるっていう話があって、まあプレゼント先生に会える、で、会った時にもらったって言ってた、ああそっかと、なるほど、いい商売だなと思ってさ、契約したら
船井先生に会えるよって、うん、まあ、船井先生も死んじゃってるからさ、もう自分の世代だったら分かんないかもしれないけど、まあ、私の世代だとね、まあまあ有名人だ、うん、ああそうか、こういう商売もいいなと。でももう一つね、私考えたのは、そこで色紙にどんな言葉を書くのかっていうのは、ある意味最も大切なことを人間って伝えたいと思うわけよ、うん、ね、なプラス思考とか、うん、あの何勉強好きとか素直とかって書いたりもするんですけど、うん、船井先生、まあでもそれとは別にね、与えたものが得たもので、この言葉に私は本当に感動して、あこれうちの経営理念にもらおうと。そしてね、私のこの 成功していくって、まあ、その先だんだん会社うまくいったものをね、本当に形作った言葉な、うん、この言葉との出会いが普通わかんないかもしれないけど、うん、でもこのね、単純なコンセプトでものすごく大きな変化が起きたのよ、うん、だって未だにそれずっと大切にしてるの、うん、私は。それで予算の意味っていうのを再解釈し直して、うん、それは相手に価値を与えるためのものなんだっていうことをね、考えることによって達成しやすいものとか、過去の数勢ね、今までのトレンド、それから今の経済状況と、そんなこと考えない、うん、自分がビジョンや理念に従って何を世の中に提供していきたいのかから考えて、達成可能性はね、その次ね、その次の戦略で後から考える。そこはね、知恵を絞り出さなきゃいけないんだけど、まずはね、デザインすること、何していきたい、それを数字に表すっていうのが予算だっていうふうにね思ったんです。そこからね、快進撃が始まる。ここがポイント。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ売り上げが、成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて、仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい。忙しくしているから、中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく、未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる。成長にこだわれば、短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。